知らない場所に転校してくるって大変なんだろうね。私はこの町から出たことないから、転校ってどんな気分かわからないけど。あ、私いつも帰り早いし、その知恵とかとはどう？そう、知恵ってね、すごく頼りになるの。私いつも引っ張ってもらってる。去年も同じクラスでね、一緒にサボって遊んだりしたな。あ、そろそろ戻らなきゃ。板長と明日の打ち合わせしないと。うちの旅館、私がいないと全然ダメだから。